皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、昨日はですねちょっと花粉症の症状がですねひどくて、まあ、今日もそんなによくはないんですけども、ちょっと鼻声になってる感じなんですけどね、もうほんとくしゃみが止まらず、鼻水がねもうだらだら垂れてくるっていう、そんな状態でして、ちょっとこれはちょっと歌は歌えないなっていうことでお休みさせていただきました。皆さんは大丈夫でしょうか。まあ多分今がピークなんだろうなと思います。春もね、スギ花粉が終わった後、ヒノキって感じですけども、今何ですかね、ブタクサとかそんな感じなんですかね。もう本当に目もかゆくて鼻もムズムズしてっていう、まあ薬嫌いなんでね、なるべく薬は飲まないで、まあ副鼻腔炎っていうね、鼻の奥のね空間が炎症を起こして、あ、膿が溜まってるなと思ったら蓄内飲むぐらいの、感じなんですけどもね。はい、まあ早く良くなるようにちょっと頑張りたいなと思います。はい、それでは今日の一曲なんですけども、ここ数日ね、ちょっとね不幸なお知らせが、続いてまして、追悼の意味も込めてですねこう歌を歌ってたんですけども、まあ、僕ねちょいちょいツイッターをね、まあ、ほとんど眺めるだけなんですけども、ツイッターをこう眺めるんですけども、ロンドンブーツのね田村敦さんをもうフォローしてまして、まあ、あの方はねもうほんと自分の意見をもうバンバンこう言う人なんですけどね、まあそれがたまにねちょっとこう言い訳がましくなったりとかして、こう ずっと叩かれたりとかね、そんな感じになったりとか、そういうのも見ながらですねこう人間模様というか、そういうのをこう観察させていただいてるんですけども、そんな中でねやっぱりこの今 SNS 社会じゃないですか。で SNS 社会って、顔も合わせることもない、相手の声も知らない、相手の雰囲気も知らない、背格好も知らない、そんな世界の中でね相手が誰なのかわからないのに自分の好き放題言える、そんな世界だと思うんですけども、本来人間って本当はね優しい生き物だと思うんですよ。ただ、それと同じぐらい人間って醜い生き物だと思うんですよ。表裏一体というかね、優しさと醜さっていうのを両方こう持ち合わせてる、そんな生き物だと思うんですけども、ただほとんどの人はですね大体、優しさの方を前面に出す人が多いと思うんですよ。それが何かって言ったら、それをコントロールするのが理性だと思うんですよね。ただこの SNS 社会の中では、その理性っていうのが働かないんですよね。なんでかって言ったら顔も見えないし名前もわからないし自分が誰だかわからない状態で発言できるんで、まあそんな中でですね、こんな曲をちょっと歌ってみたくなりました。まあ僕の大好きなバンド、ボーイ、僕が中学校の時にですね、もう必死になって聴いてたバンド、ボーイの曲なんですけど、初期の頃のね、モラルっていう曲がありまして、人間って本当は本来はみんなこうなんだけど、理性で抑え込んでるだけなんだよっていう、そんなことをねこう思い知らされる、そんな曲だなと思います。ぜひ皆さんもこの曲を聴いてみてですね、自分はどうなのかっていうのをねこう照らし合わせてみるのもいいかなと、思いまして歌ってみようと思いました。それではいってみましょう。今日の一曲、ボーイ、モラル。人の不幸は大好きさ、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 あいつが自殺したって時も俺はニヤッと笑っちまった。祭り気分が大好きなのさ、ただの野次馬根性だけだけど、その場に出たら決まりきった顔してるのさ、神妙な顔の下の
含み笑いは隠し通して Wow それがモラルさ。人の不幸は大好きさ、人の不幸は大好きさ、人の不幸は大好きさ、人の不幸は大好きさ。あの子がやつと別れた時も俺はニヤッと笑っちまった。かわいそうだとは思いもしない、チャンスが来たと思っただけだけど、そのままちょっとかわいそうな顔してるのさ。その仮面のすぐ裏の下心は隠し通して、ウォー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 、エチケットさ。人の不幸は大好きさ、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 人の不幸は嬉しいさ、人の不幸は楽しいさ、人の不幸は大好きさ。はい、ありがとうございます。おそらくもうね、何十年ぶりかに歌った、そんな感じなんですけども、まあ、当時もねこの歌詞にはね結構ぐさっときましたね。ただ当時はどっちかというと聞き流してた感じがあると思いますね。本当メロディーラインとかもう日村さんの声とか、そういうのがかっこよくて、ただやっぱりねこうやって大人になって、改めてこの歌詞を見てみるとね、もう本当人間ってそうだと思いますよ。もう綺麗事はなしで言いたいと思います。人間って人の不幸が大好きなんですよ。これね、ちゃんと自分でも分かってほしいなと思います。人の不幸は大好きなんです。別に自分が幸せを感じたいために人の不幸が大好きなんじゃなくて、ただ単に人の不幸が大好きなんですよ。人の不幸を面白がったりとか、そういう部分も人間って必ず持ってるんですよ。でもいろんな人との人間関係やいろんなつながりがあって、自分の理性でちゃんとしようっていうふうに生きてる人がほとんどだと思うんですよね。ただ今日ね僕最初の方に話しましたけど、 SNS の世界っていうのはその理性が働かない、世界なので、まあもしかしたらね理性、まあもしかしたらねその理性っていうものが何なのかすら分かってない状態のまま SNS やられてる人も多いと思うんですけどね、本当にね、人間って人の不幸が大好きなんです。だからこそですよね、朝は我が身じゃないですけども、もし自分がそうなった時に、もし自分がそうなった時に、もし自分がそうされた時にどうなのか、自分がやったことは必ず自分に返ってきますからね。違う意味で回り回って巡って、だから僕の中でもやっぱり人の不幸は大好きさっていう部分はあります。だからこそ人に優しくしようと、そう思って生きてます。まあ見る人によって 見る人によったらね、お前の優しさなんか偽善だよとかね、偽善でもいいじゃないですか、優しい気持ちが持てたら。これから先の世界でも本当にね大事なことなんじゃないかなと、そう思ってあえてこの人の不幸は大好きさっていうね、モラルという曲を、今日歌ってみました。ぜひ皆さんの、心に届いたら嬉しいなと思って歌ってみました。
もしよかったらですね、説明欄の方に、ご本人のね、音源貼っておきますので、ぜひ聞いてみてください。はい、今日はちょっとね、熱く語っちゃいましたけども、本当に大事なことだなと思うので、語らせていただきました。はい、ありがとうございます。それでは、昨日おとといのですね、コメント読んでいきたいなと思います。おとといはですね、爆竹桜井さんが亡くなったということで、僕の大好きな曲 Just One More Kiss、歌いましたけども、池田健二郎さん、いつもありがとうございます。突然の訃報で驚きました。まだまだお若いですし、やりたいこととかまだまだあったと思います。本当そうだと思いますよ。爆竹は僕が幼少の頃に流行っていてよく聞いてました。桜井敦さんはビジュアル系の中でもとても妖艶でイケメンで、違う雰囲気やオーラを持った方だと思います。本当そうですよね。唯一無二の方だなと思います。自分の好きなアーティスト推しが亡くなられるのはとても悲しいですし、ぽっかりとした心に穴が開きますよね。ご冥福をお祈りします。はい、ね、本当そうですね。まあ、この先ね、また有名人とかね、本当に若くして、まだまだ早いのに、亡くなるっていう、そんなね訃報が続かないことを、祈ってます。はい、ありがとうございます。ティコさん、いつもありがとうございます。ネットニュースで見かけてびっくりして頭バグりました。年を取ってからもどんな活動活躍するのか楽しみでしたが、本人様が一番無念なんだろうなと思います。ご冥福をお祈りします。亡くなったメッセージなんだろう、スピリチュアル系のことですか。霊感がないので分かりませんが、興味深いです。僕が最後に言った、個人が残したメッセージっていうことですよね。それは全然スピリチュアル系の話とかそういうんじゃなくて、亡くなった個人が残したメッセージっていうのは、その歌の中に込められたメッセージっていう意味ですね。なので、たくさんいろんな曲を聴いてみて、その歌に込められたメッセージを、再確認できたらいいのかなと、思って行ってみました。はい、ありがとうございます。ゴーストレイトさん、いつもありがとうございます。ラジオで知りました。各番組こぞって、この曲流してました。KT ゼップ横浜で、ライブ中倒れたみたいですね。あ、そうなんですよね。ライブ中っていうことですよね。残念です。それと、モンタさん、この前 NHK 歌子に出てたばかりで、あ、そうだったんですね。まだまだ元気だなと思ってただけにびっくりしました。若手男性歌手と秀樹さんに提供したギャランドゥを一緒に歌ってました。見たかったですね。残念です。谷村さんは闘病中だったんですね。ちなみに谷村さんは、ビニボン収集家ですねそうなんですか、詳しいですね。5000冊ぐらい。そうなんですか。残念です。ご冥福をお祈りします。まあ、本当にね、もう立て続けにね、もう続きましたもんね。もう本当これ以上続かないでほしいなと思います。はい、ちなみにゴーストレイトさんはビニボン何冊ぐらい持ってるんですかはい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんばんは。また訃報ですね。本当心配です。昨日たまたま友達と群馬の、3B の話をしたばかりで、ご冥福を、ね、お祈りします。3B、 僕この 3B 知らなくて、ちょっと調べてみました。群馬出身の、ボーイ、爆竹、バックナンバーっていうね、 3B っていうことですけどね。え、本当にね、悔やまれるばかりですね。まあでもバックナンバーはね、まだまだ現役で、バリバリやってますから、これからね、冬の曲がねバックナンバー多いので、今後はバックナンバーも歌っていこうかなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。こうやって喋ってるとですね、どん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 鼻が詰まってくるんですよね。はい、ということでね、まあ週の真ん中になりましたけど、今週はですね、スタジオワンお店の方でですね、ハロウィンイベントがもう立て続けにやりまして、まあ、週末ね、ちょっと参加してこようかなと思うんですけど、皆さんもなんかそういうイベントとかあるんですかね。
まあ、もしそういうイベントがあったらですね、僕はね、もうイベントがあったらもう本当に迷わず参加するタイプなので、参加して楽しむために参加する、ね、面白いかなと思って行くんじゃなくて、ライブでも何でもそうだと思うんですよ。モノマネショーなんかもそうなんですけど、面白いのかな、どうなのかなっていう感じで行くんじゃなくて、楽しむために行くんですよ。楽しい時間を作るために。その楽しい時間は誰が作ってくれるんですか？自分でしょう。はい、ということでですね、まあ、今月もね、残り少なくなってきました。寒くもなってきまして、なんか週末ね、寒気がまたすごい寒気が入ってくるってことだったので、ぜひ皆さん風邪ひかないように、気をつけましょう。僕もね、ちょっと花粉症で体が弱ってるので、風に、これからね、花粉症から風に移行しないようにね、気をつけなきゃなと、思ってます。はい、それでは皆さん、週末に向けて、もうちょっと楽しんでいきましょう。それではまた明日。